ハロー、ベイビー。三重県といえば、伊勢志摩の伊勢エビはめっちゃうまかったぜ、ベイビー。スロットの未来を愛してる。中山です。はい、今日はジャグラーです。久々のジャグラーです。本日は11月6日土曜日、ビッグマーチ石橋店さんに来ております。今回撮った台は S アイムジャグラー6号機のアイムジャグラーです。本日マッキーさんのスロット日報の調査によりますと、まあ、前代機種だったり2分の1機種、3分の1機種、角、末尾、並びなどなどいろんな仕掛けが隠されてて、全体的に厚い一日となっております。はい、ということで、6号機アイムの角台をゲットしました。まあはい、ジャグラーが強いお店さんですしね、まあ久々の6号機アイム、10月から調子はいいので今日も勝利目指して頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目、はい、所持書により始め1000冊10枚、はい、1枚目、ではよろしくお願いします。はいはい、6号機の、お、いきなりマスカット、6号機のアイムです。おお、マスカット2連発、久しぶりですね、6号機のアイムは。まあ6号機のファンキー2がね、もう一応導入されているところは導入されてるんですけど、なかなかこの辺導入されてなくて、本当は打ってみたいんですけど、なかなか打てる機会がない。はい、そんな感じです。おー、ブドウ、マスカットいっぱい。まあ視聴者様のコメントでこれうまいなっていうのがあって、このジャグラー、ジャグラーはスロット界のストーンズだっていうおっしゃってて、いや、うまいこと言うなと思って、まあストーンズってあれですよ、もちろんローリングストーンズ、ジャニーズのシックスストーンズじゃなくて、はい、ローリングストーンズ、ストーンズといえば全世界共通でローリングストーンズなんで、マスカットすごいな。おーおーと喋ってたら11ゲーム、マスカットだらけで11ゲームでいきなり光ったんですけど、チェリー、はいはい、チェリーでいきなり入ってたらどうなのこれ。はい、角が揃っての、はいはい、ビッグスタート、素晴らしいね。投資はもちろん1本、いいねいいね、何気に6号機アイム僕相性いいからね。さあ、朝1、11ゲームいきなりビッグからの1ゲーム連チャンス、じゃあたまにはこんなタイミングで朝から来ちゃってもいいよ。はい、残念、角地、いや、しかしめっちゃ速いスタート、そう、ストーンズの話をしてたら入った、ストーンズウィック、そう、それでストーンズがね、今超名曲ブラウンシュガー、ブラウンシュガーをなんか今ライブでやるのを自粛してるみたいな、なんか歌詞でなんか奴隷を表してなんかそういうのに批判があるみたいな感じでブラウンシュガーやってないらしいんですよ。まあブラウンシュガーといえばね、1970年名盤スティッキーフィンガーズに入ってる名曲ですよね。ストーンズファンでもブラウンシュガーが一番好きっていう人多いぐらい、
名曲、かっこいい、めちゃかっこいい。まあしかしね、あれが出てからもう50年、50年ですよ、半世紀。50年経って今そういう歌詞が騒がれてて、それもそれですごいけどね。まあ50年色褪せないストーンズもすごい。ですね、36ゲームです。今おそらくテンパイオンになったんだよこれ、プレミアス。あ、すごい、はいはい、すごいすごいすごい。さあとりあえず朝からビッグの連チャンいいですねこれ。370。持ちメタルで光らせたいけど、372ゲーム一応カメラ切り替え、持ちメタルで光ってくれた。ちょっと回しましたけどね、うん、まあここは一発目のレギュラー。CD で光ってくれた45。さあどう、持ちメダルでビッグ引きたいよ。あれこれどうなんだろうな。一応マスカット狙います。ああ、マスカット揃った。117。さあ持ちメタルギリギリ、そろそろビッグが欲しいところですが、はいはい、はあ、とりあえず持ちメタルに引けた、よかった。探知ですね、探知は44。はい、さあゾロ目、よし、この辺でゾロ目でウィッグを、はいはいはい、レギュラー、はい、まあまあまあ、また44。さあデジャブ44、ダブル44。じゃあ今回はビッグでいいんじゃない。さあデジャブは、はい、オーケー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 、今回はビッグでゾロ目ミュージック、よし、悪くないね。サキペコは76、76。さあまだ2桁いい感じだね。チェリー、うん、まあチェリーが多い。さあチェリーからどうでしょう。まあ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 、ビクトレギュラー光合成、うん、悪くない悪くない。
のリーチ目51ゲームは一郎、はい、さあいい感じ、いい感じで2桁で上がってる。さあどう一郎は、はい、一郎レギュラー、うん、123ゲーム123、うん、悪くない感じで光ってはいるけどね。 OKOKOK、 いいね、いいぞこれ。引き続きビクとレギュラー交互、光合成。チェリーで光った42、さあ非常にいいね、さあ非常にいい。42はどう、はい、角が揃ってのっ、うん、はい、ラッキーマスカット、まあ、8枚ですけど、さあ42はどうでしょう、まあ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 、チェリーがレギュラー多いな。サクペカは211211、まあこの辺で当たってくれば、サクペカ全部チェリー、全部チェリーだな。チェリーはレギュラーが多いけど、やっぱり、うん、サクペカは70、とりあえずは早いんだけど、どうだろう今度のサクペカ、はいはい、今度は単独、じゃあビッグで行こう、 OKOK、 うん、 OKOK、 ここでビッグが引ければ OK。213ゲームとりあえずこの辺では当たってくれてるけど、若干ダラダラですが、通道が揃っての、うん、うん、まあ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 、74ゲーム、はい、とりあえずはハマらせにいい感じ。今日の流れだと単独はビッグ、単独レギュラー、さあ指が止まりました。タンチェリー39、さあ39は、はい、チェリーはレギュラー多いけど、ここら辺はビッグで OK。 さあいい感じ、ビッグとレギュラーがポンポン当たっていい感じ、高校生もいい感じ、うん、22ゲーム、さあ早いの来たよ、しかもゾロ目、
さあゾロ目なんで音変えちゃいましょう。はい、おお、さあ本格的に良くなってきた。よしよしよし。144m、チェリーが頑張ってる。とりあえずははまらずにこの辺の本当当たってくれてる。うん、オッケーオッケーオッケー。いいね、引き続き高校生だよこれ。はい、現在スタートから2000ゲーム経過しました。ビッグ10回で200分の1、レギュラーが8回、250分の1、ボーナス合算で、111分の1。うん、まあ悪くない。はい、まあボーナスいい感じですね。ビッグ頑張ってくれてます。200分の1なんで。でまあ子役、通常時のマスカット子役が、6.269分の1。まあ 6.26 なんで、まあよくはないっすね。うん、まあアイムはね、6だけが多分5分の1切って 5.9 とか8とかで、それ以外1から5が 6.1 とか2だと思うんで、まあ残念ながら6以外の数値に一番近いかなみたいな公約はね。ただボーナスは、はい、ボーナスは6があってもいいかなみたいな、いい感じで当たってます。はい、まあ公約も2000ゲームなんで分かんないですけど、まあなんとも、まあでもまあこんだけ当たってて感触はまあ4以上4、5、6はあるんじゃないかなって気はしますけど、まあこっからですね。こっからどういう感じになるか、まあ今ちょっと回しちゃってます。280回転、ずっといい感じで当たっててちょっと回しちゃってますけど、なんでここをどんだけどんな風に耐えて、この後いい感じでいって、まあ最近ほど調子いいんで今日もしっかりと勝利したい。まあなんといっても投資が1本で済んでるんで、それがでかいですね。うん、うん、アイアム状態入れたい。おお、光ってくれた。ここで光った。287。とりあえず300以内には当たったけど、チェリーだけどどう？まあ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 、315ゲーム。今日一でビッグ感回しちゃってるね。ここはビッグがいいなあ。あ、よかった、うん、とりあえず大きなハマり若い。おお、223ゲームチェリー。しかもこれシェリーの晴れ出ししないから多分ビッグだと思います。はい、これも一応プレミアスね。ちょっとダラダラになってきたけど、ビッグがレギュラーが少なきゃな。さあ、金ペカは112ゲーム、なんか久しぶりにちょっと早い気がするけど、さあ単独は、あは目押しが早すぎたんでこれ残念ながら レギュラーっすね。はい、あれビッグだった、そういうことか。はい、ビッグ、はははははは、とりあえずよかった。
そっか、早すぎたらビッグか。22ゲーム、さあ久々に早いゾロ目。さあここのゾロ目はここはちゃんと目押しをしましょう。はいはいはい、まあ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 、24ゲーム、さあ早くなってきた、さあ早くなってきたよ。オッケー、よしよしよし、復活復活復活。リーチ目135、リーチ目久々だな。はい、今日はここのプレミアが来てないけどね。うん、おビッグが、ビッグは頑張りだした。うん、全然 OK。 80ゲーム、さあ頑張りましたね。早くなってきたよ。おーおー、完全にビッグが頑張りました。オッケーオッケー、完全に暴走始まった。28ゲーム、サキペカでレインボーなんですけど、さあ完全にビッグ暴走。はい、サキメカ45、さあ完全に速いぞ。さあこれがビッグなら、ビッグならアイアム状態。はい、ここはレギュラー、まあ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 、リーチ名は440。ゲーム数共有しでハマっちゃいましたが、はい、どうだろう。あれ、これってプレミア、わかんねえ、なんか違う気がする。これプレミアなんじゃない。ああよかった。サキペカは28、さあ早い、ハマった後に早い。よしよしよし、また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 ビッグ暴走再び。チューリーで光ってくれたわ、270。うん、またちょいと回しましたが、いやチェリーがしかし頑張ってるだけ。お
ここは、はい、ラッキーマスカット恵比寿。うん、いやビッグ頑張ってる。レギュラーが少ないけどね、まあいいでしょう。57、よし、また早い。そうだね、やっぱりこの白いのこれが普通だもんね。いつかのあれはプレミアだったと思います。うん、いや、 OKOK、 完全にビッグ暴走っすね。ビッグ暴走でいいっすよ、もう。今日はウィック暴走、このまま状態入れちゃおうからの1ゲーム連チャンス。来ちゃっていいんじゃない、今日は。今日は来ちゃっていい日だよ、完全に。だね。おお、びっくりした。いや、すぐ来たよね。今日一度早くて、5ゲームで、ここで、うん、押して光ったんじゃないの、このプレミア。すごいな、これ。ここで5分、5分って言って、こう、チューダチェリーからバーが揃ってる。素晴らしすぎるんですけど。これ完全にこれで、はい。はい。アイアム状態です。完全にアイアム状態。素晴らしすぎる。あ、大工が流れた。あ、年末ですね。はい、現在ビッグから301ゲームです。うん、今日の6号機アイムは、はい、ビッグが暴走してくれて、まあ投手1本でしっかりプラスです。はい、まあいかんせんレギュラー確率、そしてやっぱり子役の確率見ても、まあ残念ながら6はないかなと。まあビッグ放送の4とか5とか、まあその辺の濃厚かなっていうところで、まあこの流れだとさすがにこっからはレギュラーがとかでビッグが重たくなるんじゃないかなということで、まあ、うん、6号機でこんだけ遊べてしっかりプラスだったらもう満足なんで、はい、ここで終わりましょう。6だったら打つけどね。はい、ここで終わります。 OK、 楽しかった、終了、お疲れ様です。はい、データはこれです。うん、まあ4000ゲーム弱でビッグがね、はい、187分の1、暴走してくれた。いかんせんやっぱりレギュラーが弱いですね。でグラフこれっすね。うん、まあ今日は投手1本というか開始11ゲームでビッグ引いて、そこからまあ持ちメダルで頑張ってくれた。まあ出てはまって出てはまって、まあ2000枚ぐらい出て最後まあ300回して終了。まあさすがにこの確率だとね、うん、まあこのままビッグが暴走して出る可能性もあるけど、どちらかといったら、ビッグレギュラー確率が収束する可能性が高いと思うんで、ここで勝ち逃げでやめましょう。はい、まあぶっちゃけ6もないんでね、そうなると、うん、6号機歩むでこんだけプラスなら OK かな。はい、 OK、 楽しかったし、本日11月6日、ビッグマーチ石橋店さん、そうですね、まあ、相変わらずジャグラー強くてポイントで設定入ってて、うん、ジャグラーが全体的に強いかなって感じしました。僕もしっかり出たし、はい、詳しい出玉状況の方はマキさんのスロット日報の方で報告があると思います。はい、ということで、あ、やっぱアイム6号機のアイム相性いいな。双子超え、まあ、うん、1500-1600枚ぐらいはプラスなのかな。 OKOK、うん、10月から、うん、調子いいっす。で11月も、はい、プラススタートでできた、よかった。はい、ということで次は僕の実戦11月の平日か、11月9日、まあすぐあります。9日11日とすぐまた実戦あるんで、そこで頑張りましょう。
お疲れ様でした。じゃなくて、はい、ローリングストーンズ、ストーンズといえば全世界共通でローリングストーンズなんで、うん、マスカットすごいな。おーおーと喋ってたら11ゲームマスカットだらけで11ゲームでいきなり光ったんですけど、えー